ヘチマの花ヘチマタワシナーベラーンブシーエジプトヘチマ。ヘチマはインド原産の売り家の一年層。また、その果実のこと。日本には室町時代に中国からト来した。別名、伊ウリ、り、通り。ヘチマの生産工場に尽力した小田ー・三郎、リサブ三郎が出品したヘチマ本来の名前は果実から繊維が得られることからついたヘチマで、 官名で糸売りと呼ぶ。一説には糸売りが後に縮まって通りと転化し、はイロハウタとは色葉唄で、へと地の間にあることから、え、地間の意で、へちまと呼ばれるようになったとされている。今でも、へちまと書いて、へちまとくんじる。沖縄では、ナーベーラーと呼ばれるが、これは果実の繊維を鍋洗いに用いたことに由来するという。なお、 中国からトライした黒ごま、通称黒柴浅をかけたのはベーラー殿学という料理があることなどから、故障違いではないかという説もある。また、大病性ヘチマ品種に、浜名、天竜、浜北、秋は、など、静岡県にちなんだ名称が付けられているのは、道県浜松出身の小田三郎が、明治時代に輸出振興のためヘチマの生産力を上げる改良に尽力したことによる。 市内で雑貨店を営んでいた小田は貿易省の助言で農産物の輸出に目をつけ、前田正菜の指導の下、日本の輸出農産物であったヘチマ、落花生、生姜など特殊な農産物の生産工場に励んで、静岡県内の生産額を劇的に増やし、特にヘチマ1900年まで8万円だったものを1917年には4、5000万円に引き上げた。 パリ万国博覧会では、日本産ヘチマの宣伝のため、ヘチマで作った像を展示したほか、1907年に静岡県省が、ヘチマ、万象、落花生同業組合を設立、1909年のシアトル博覧会や1910年の日英博覧会など、多くの国内外の博覧会に出品し、受賞も多数獲得した。熱帯アジア原産、または、 インド原産と言われる、ツルの一年生植物。各地で栽培されている。茎は長く伸びて5つ量があり、分岐した巻ひげで、他のものに絡みつきながら成長する。葉は、葉柄があって誤生し、葉芯は、手のひら状にあされ列し、表面は、ざらつきがある。死有同種。カキは、夏の日没後で、雌花と雄花に分かれており、 直径8センチメートルほどの黄色い五列した花を咲かせる。尾花は棒状につき、雌花は独立してつく。自家は合成で同一株で受粉が可能である。果実は円筒型で細長く、大きなキュウリのような形をしている。若い果実は柔らかく、食用に成熟した果実は強い繊維性の毛状組織が発達するのでたわしや靴の底式などに用いられる。 果実は成熟後、次第に乾燥し、種子の周囲が繊維で支えられた空洞となる。その頃になると、果実の先端が蓋のように外れ、果実が風で揺れるたびに、ここから遠心力で種子が振り出され、飛び出す。原産地で野生植物であった時には、こうして一種の透析器のような機構で、種子散布を図っていたと考えられる。 食用繊維が未発達の若い果実には独特の風味があり、硬い皮を剥いて加熱すると甘みのある液が出る。汁物や煮物などに用いるほか、台湾では小籠包の具としても使用する。日本では主に南西諸島と南九州で食べられている。沖縄では味噌身の蒸し煮であるナーベラーンブシーとして食べるほか、シチューやカレーなどの洋風料理にも用いられる。南九州では、 煮物や焼き物などにし、味噌汁の具になることが多い。なお、ヘチマの一部の株において、くくるびた芯を非常に多く産生するものが混じって流通することがあり、自家栽培したものなどを苦味を我慢して食べたことによる食中毒事例もある。そのため、ゴーヤーに比べて苦味の強いものには注意する必要がある。ヘチマス焼きに身が完熟した頃、 地上30から60センチメートルほどのところで鶴を切り、根側の切り口を瓶容器に差し込んで、口元を面線で塞いでしばらく置くと、根から吸い上げられた水が瓶容器に溜まり、この液体のことをヘチマ水という。根周りに水を十分与えておくと、数日で500から 2000cc ほどの液が取れる。化粧水として用いるほか、民間薬としては、 飲み薬や塗り薬として用いられる。含有成分は、ヘチマサポニン、硝酸カリウム、ペクチン、タンパク質、糖分等である。カリウムイオンによる緩和な皮膚軟化作用と、わずかな量のサポニンによる浄化作用があり、またカリウムのアルカリ性と、サポニンにより巨炭作用があると言われる。マサオカ式のク、タミットヘチマの水も間に合わずはこの咳止めの効能に、 関わるものである。化粧水として保存するときは、煮沸して冷ました、ヘチマ水 500cc に対し、グリセリン 100cc と、日本薬局法アルコール100の 300cc を加えて、6化し、香量が適量を加えられる。飲み薬としては、咳止め、むくみ、利尿に効くとされ、塗ると汗も、日々、赤切れ、肌荒れ、ニキビ、日焼け後の手当てにも効くとされる。 そのままでは、防腐剤が入っていないため腐りやすいので煮沸、ろ過をして冷蔵庫にしまい、使う時だけ取り出すと長持ちする。民間療法では、単義入り、咳止めに、ヘチマ水 600cc ほどを半量になるまでとろびで、煮詰め、食感に3回に分けて服用するか、ヘチマ水でうがいする用法が知られている。妊婦への服用は禁忌とされる。 たわし板衆に茶色くなった果実を水にさらして、南部組織を腐敗させて除き、繊維だけにして、たわしを作る。果実の先端を地面などに軽く叩きつけて、蓋のようになっている部分を開いて取り除いて、水にさらす。他にも、完熟して乾燥した果実の皮を剥いて、中身の種を取り出す方法のほか、煮て、中身を溶かして作ったり、高素材を使って、 中身を溶かす方法で作ることができる。産地には、江戸時代から、静岡県浜松市、袋井市がある。学習教材1年で発が、開花、受粉、結果、腰しし、花と芽花によって竹受粉することから、日本では小学校の理科教材として使用される。トカドヘチマトカドヘチマの果実にはとても硬い筋があり、そこから名前が付けられた。 野菜としての用途が主たる栽培目的である。トカドヘチマの葉と茎にはナッツ系の独特の周期がある。タワシを作る場合は完熟乾燥すると果実が硬く加工が難しくなるのでやや緑がか,かった状態が適している。繊維採取用の種類より幾分果実が小さく15から4 0トル程度である。小さい果実であれば 原型を生かしたままた和紙にすることができる。トゲヘチマ夏場に窓や庭に日陰を作るために植えられている。強犬で作りやすい植物で肥沃な土地であれば栽培は容易である。連作は避ける。発芽温度が高いので4月下旬から5月上旬頃、発種する。種はかなり大きいので、複度は1から2センチメートル位にする。鉢に巻いて、 後で植え替えてもいいが、自家巻きにする方が楽である。鶴が伸びてきたら、4メートルくらいの支柱を立てて、誘導してやる。適当な排水がある土地なら、比較的栽培は容易である。ヘチマを取るほか、緑印としての人気が高まっている。ヘチマの成長について、ヘチマの種子は、スイカの種子のように黒くて平べったい。ありがとうございます。